皆さんこんにちは。サムライフラッグチャンネルへようこそ。ネバネバチャンネルのテシと申します。ポルトガルのリズボンからお届けしております。やばい、ちょっと風が強くてマイクのふわふわのやつがちょっと飛んでしまいまして、大丈夫かな。はい、しょうがないです。はい今日は結構お天気が良くてリズボンを散歩しようと思っておりますが、大昔はポルトガル人が一番最初に日本に着いた一つの民族だったと思うんですけど、それによってまだ現代の日本文化に残っている食文化とか言葉とかもいろいろあると思うんですけど、特に私が気になるトピックとしては伝教師ですかね。伝教師が日本に運ばれた天ぷらとか、カステラとかですかね。まあもちろん昔のポルトガル人の方が作っていた天ぷらとか、まあ、今日本でカステラとして知られているものとかもポルトガル人の方が作っていたものとかなり、まあ、変わってきたと思うんですけど、由来はポルトガルにあって、現代ポルトガルでは日本でよく食べられる天ぷらとかカステラとかがポルトガルのどこから、どういった食べ物から来たか、そもそも今日はそういったことを少しでもお見せできたらいいなと思ってますはい、では行きましょう。皆様、私の左側にですね、リズボンのベレン塔という塔が見られます。それは何かと申し上げますと、ポルトガルの16世紀にですね、作られたもので、この川、こっちの右側にある川と海への船の出入りの監視の目的の要塞でした。なので、ポルトガルの海外との貿易に非常に大事な要塞となってました。リスボンとかを普通に歩くと、なんか日本のレストランが結構多そうですね。まあ、第一印象として。だから例えば後ろ側に表示されるキクという日本のレストランだったりとか、今ねなんか閉まってるんですよね。あんまりよくわからないんですけど、なんか今、まあ、午後の3時頃なんですけど、何がありますでしょうかね。まあ結構お手頃なものが多いはずなんですけど、今ねちょっと中が空いてきましたが、何が食べられるかな。今ねこの餃子バーというものにばったりあったので、まあちょっとなんか感じが怪しいんですけど、なんかねまあ小さなスナックとして餃子を食べてみようと思います。今は午後ですけど、まだお昼を食べてないということで、ちょっと餃子はどうかなと気になるから、今ちょっと少し食べてみます。でも口コミを読んだら結構良さそうですけど、まあメニューはちょっと献立は少し怪しいかなだけどいろんなものが混ざってありますよね。まあ照り焼きとか、なんか中国語が多いな。ちょっと正直に申し上げますと、ポルトガルに来てなんか日本と中国の違いについては結構混乱があるという印象を受けました。そば天丼もあるそうです。これは揚げた餃子です。いただきます。今すっごくお腹が空いてたから、もう何でも美味しい。
暖かくてクリスピで美味しいけど数が少ないな。もうすぐなくなっちゃう。今は少しブラブラしていますが、6時から開いたら一心に伝わったというポルトガルの天ぷらを食べに行きたいと思います。その一心に伝わったの直訳は野菜のお魚。船に乗っていたポルトガル人は当時あんまりお魚を保つよりもこういった野菜を持っていた方が簡単だったそうですので、天ぷらにしてその船の中で保っていたそうで、それが日本人が感銘を受けたそうです。このペイシーニョスダオタは何か、天ぷらが来ているペイシーニョスダオタは何か、後ほどお見せできたらいいなと思います。さっきのパナデリアにはですね、これがあったんですけど、ここですね、カステラが着ているパウドラという、なんかね、発音がすごく難しくて、いつもそれ言うときに、って、パウド何って言われるんですけど、それが普通に見つかるものではないんですね。もっとよくあるのが、今お見せするパウドデウス、神様のパンというものですね。これもちょっと似てるかだと聞きましたので、ちょっと今食べてみたいと思います。これがですね、1ポンド30セントだったんですけど、結構大きいですね。うん、甘い。これがですね、でもパウドラとはなんか前食べた卵のやつとちょっと違って、ココナッツもついてるんですね。だからココナッツの粉、ココナッツがの味があって、まあ中身はパンみたいなもんですね。これはケーキにできないと思いますね。どちらかというとパンですね。もう一つのパウドラ、カステラが来ているものはもう少し卵っぽいですかね。これから天ぷらを食べに行きます、うん、なんかね、誰もいません。午後の7時なんですけど、これは大人気のところですが、今は多分ちょっとまだ早すぎるからね。これはでも普通はすごい人気があるところですけど、まだ早すぎるから誰もいないということで、ちょっと変な感じがします。で、すでに、まあ、私がペイシーニョスダオルタ天ぷらのやつだけを頼んだのに、すぐにこういうパンとかも来て、こういうパテがあって、スナックとしてこれも。着きました。これですね、なんかオレンジがついてます。タッチすると結構柔らかい。では早速食べてみたいと思います。これはどういう食べ方するんでしょうかね。なんかフォークとナイフがで、オレンジ、なんか天ぷら自体が柔らかいというか、うん、で中身はこんな感じ。オレンジはあんまりよくわからないんですけど、中身はこんな感じですね。
うん、塩が入って、なんかさっきのところなんですけど、改めまして夜の8時前だったから誰もいなかったんですね。最後のところだけに多分2人の観光客かなね、あのが来たんですけど、実は前調べた上で、あの先ほど入っていたところは結構ポピュラーというか、なんか人気なところなんですけど、ローカル、まあ現地の人もよく行くところだから、まあ、あのさっきのペイシーニュースで終わった天ぷらを食べるにはいいかなという、まあ、様々なネット上の記事で記事を読んだ上でそれを選びました。でも中は結構暗くて静かだったから話しづらかったので、今感想を言わせていただきます。ペイシーニュースで終わったは前菜として食べるものになります。その後スープとかお魚とかポルトガルのお料理を食べる形になりますかね。なのでそのペイシーニョスタワルタだけを食べることで、ね、あのお腹がいっぱいになるわけではないし、前菜ということで4-5ユーロぐらいだったんですね。でそれプラス小さなビールも頼んで、先に来るものはなんかパンとか、それはサービス料があるかわからないんですけど一応含まれているんですかね。でそれで全部で10ユーロを払いました。それはまあビールとかも含まれていたと考えたらそこまで高くもないんですけど、天ぷらというかそれは4つか5つもあって、まあいいあの前菜にとなりました。で、まあ、あの日本の天ぷらとだいぶ違ってて、まあ、そのまずは食べる形としてはですね、それを切る、あのナイフで切ってフォークで食べる形でしたが、あのそんなになんかパリパリというかクリスピーなものとかじゃなくてソフト、かなりソフトでかなり柔らかいだったかな、その天ぷら自体がですね。と同時に、まあ、油はそんなにすごくあったというわけではないかもしれませんね。あとはなんかオレンジがついてたことにびっくりしました。でペイシーニョスダオルタというのはどちらかというとグリーンビーンの天ぷらだったんですけど、まあグリーンビーンの揚げ物天ぷらみたいなものだったんですけど、そのお塩はすでに中に入ってました。多分茹でるところとかその天ぷらの中にお塩が入っていたよりもその野菜にお塩の味がついていたっていう感じだったかな。結構美味しかったです。なんか他のところでもペイシーニョスダオルタちょっと食べてみたいと思うぐらいですが、なんていうのね、やっぱりちょっと面白かったあの食べ方としては。で今ちゃんとしたお食事を食べるのに早かったからこれから友達と一緒に夕飯を食べに行きます。お腹がそこまで空いてないんですけど。なんかすごい面白いんですけど、なぜこういうたくさんの卵のものを作り始めたのかと伺ったところ、卵の白身で服を洗っていたそうです。電球師がですね、それで、まあ、その白身を使って服を洗っていたので残りの黄身で何を作るかと思ったら、まあ、あの砂糖とかを入れて混ぜてこのようなシンプルなものを作ってました。でこれはオーブンとかじゃなくてお湯の蒸気で作っていたそうです。まあ、今もこういう風に作っているそうです。でもね、なんかこう食べると私からするとそんなに美味しくないんですけど、今もう一度ちょっと試します。あー
あんまり食べたいと思わないですね。すっごい卵の味がする、強いの。これがですね、イタリアにあるザバリューネというものにすごく似てるんですけど。I'm almost done. で、ザバリューネは、ザバリューネもお砂糖と卵を混ぜるだけ、混ぜて家でそのまま食べるんですね。なんかポルトガルには卵のプロダクションが多すぎて、こういうものがすごく安いんですよ。でもこれを食べると、なんとなくやっぱりこれをもう少し料理したら、あの日本で食べられるカステラの味はすごく想像できます。まあはい、ということでこれを試しました。また食べたいとは思わないんですけど。でもこれでカステラという素晴らしいものを作ることができた日本は、非常に素晴らしいと思います。はい、どうぞ音楽をやってください。この動画良かったねって思っていただけたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またネバネバチャンネルもぜひ、ご覧になっていただけたら幸いです。またね、バイバイ。